千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ。セイランの空遥か彼方その光線銃で撃ち抜いて Wagaki Band! Hi! Sup! Hi! And we're here for their first US tour, Deep Impact. Yeah. Oh, wow. And just to start off, can I have everyone introduce themselves? Okay. My name is Yuko Suzuhana. I'm a singer. My name is Kurona, Wadaiko player. My name is Benny Ninagawa. I play the shamisen. Oh, and today we're here for your first U.S. tour, and the name is Deep Impact. It's, oh, I feel the impact just standing in the same room as everyone. Your outfits are so beautiful, and Wagaki Band is a band known for being a rock band that fuses Japanese performing arts, traditional Japanese performing arts. Can you tell me how your songs are composed? Oh, ah, どのように作曲してるか。そうです。はい、私たちのメンバーの中には作曲をするメンバーはたくさんいます。いつもその作った曲、その曲を作った人が中心となって、曲を組み立てていくんですけれども、アレンジに関しては、それぞれの楽楽器の、まあ、自分の特性を生かしてそのメンバーが一緒にこうアレンジをしていくというような形が大体いつものパターンです。はい、Wow, that's amazing. Wow, that's so cool. And you told me earlier that you came up with the title of the tour. And how did you come up with the title Deep Impact? さっきも聞かれたね。日本でも最初私たちのバンドが出た時には結構見たことないすごいねと言われることが多かったんですけれどもやっぱり海外の方からもそういったことを言われることが多く今回初めての、ツアーということで、そういうの衝撃を私たちが日本の衝撃として与えたいなという強い思いがあってこのタイトルにしました。もうI feel it. I feel the impact on me already. And because everyone here is so talented in traditional Japanese arts, and everyone here has practiced it since they were young children, right? Yes. And what's the appeal of traditional Japanese arts, such as like Shingen and Wadaiko and everything? 私もともと民謡をやってたんですよ。小さい頃からでもともとその民謡が好きで始めたんですよ。4歳の頃からやっていたんですけども、で小学校の時に喉を潰したことがありまして、それでその民謡をやってるからには伴奏もちゃんと勉強した方がいいよっていうことで三味線を始めたんですね。で、まあ、そこからその最初はあまりやる気がなくっていやいやというか、まあ、母親に教えられて連れられて一緒に行っていたんですけども、やってるうちにだんだん楽しくなってきて、でこうやって今は同じ和楽器の仲間と一緒に演奏することができて和楽器の良さをこうやって世界中に伝えていけることができて今すごく幸せに思っています。はい、ですね、僕はざっくり話したほうがいいですね。家が、なくなっちゃうと、そうですね、ちょっと考えながら話します。家がお太鼓チームをやっていて、で僕はお太鼓は全然好きじゃなかったんですね。
で、バンドをめちゃめちゃやってました、はい、分かってる、はい、バンドをすごくやっていて、で海外から来たバンドの前座をやるまで行って、ベースギターを弾いてたんですけど、でもその時来た海外のアーティストはすごい態度悪くて、すごい言葉悪くて、人間的に最悪だなと思ったんですけど、横でそのロックバンドが、その人たちが長髪でこんな体してて、こういう頭してて、ギターを持ってステージ出てくときにめちゃめちゃかっこよかったんです。その姿を見たときに、あ、俺はこれ叶わないなってその瞬間に悟ってしまって、絶対これは、僕はこの楽器だったら叶わないと思ってしまった。その時に何だったらいいのかなと思ってたら、子供の頃からその無理やりやってた和太鼓なら、あ、こいつに勝てんなっていうのがあって、世界中行っても負けないなって気がしたんですね。もうみんなどこかで心折れてるシーンがでもその本当瞬間です。今でも覚えてるんですけど、それ高校生ぐらいだと思うんですけど。あ、ゆこさん、私最初、実は私は家がピアノ教室やってるので、yes. うん、ピアニストを目指してた。 My dream is ピアニスト。 Yes、 もともとね。だけど、すごく厳しい世界で1対1の先生とのやりとりが嫌で、苦しい時に出会ったのが、まあ、3歳からピアノやって、5歳の時に出会ったのが詩吟と踊り、うん、なんですね。で、私の中でそのクラシックのピアノ用の世界と和の世界両方やることで非常にバランスが取れたので、ずっと両方続けてきて、最初はこっちのピアノがメインで、詩吟と詩舞剣舞は、まあやめないけど続けようと思ってやってたんですけど、yes. うん、なんかその音楽大学に入ってる時に本当にピアニストになりたいわけじゃないっていうことはずっと思ってて、一番なりたいのは本当は歌手だっていう秘めた思いがある中で、詩吟のコンクールでちょうど日本一をこう取って、その時からどうにかこの全てを一緒にして将来やっていけないかって思っていて、それが今の形につながりました。なお、わかりました。いや、わかりました。キレビリー、これがわかりました。Well, that's amazing. When I was 4 years old, all I did was watch Sailor Moon and play Pokemon. Pokemon. Oh, wow, amazing. And everyone now is in love with Japanese traditional performing arts, right? Yeah. 天井焼きの音楽が大好きなんですよね。確認をしてもらって私はずっと好き、うん、ずっと好き、うん、私はね。Always. あ、でもピアノは嫌いになりそうだったから、より真剣にやってる方がもしかしたら辛くて嫌いになる瞬間があるのかもしれない。いや、だから And 和楽器版 For Now 全部つながる。Well, it must be fate. Wakaki band. Well, and it's amazing to see Wakaki band perform internationally now. In like Anime Expo in New York and France, right? And now you have songs in anime as well. How does it feel to be promoting Japanese performing arts in a generation where pop culture is very popular?うん、どれもいろんな思いがあるんですよね。崩しすぎちゃいけないし、守るべきものを守りながらっていうのはいつも思っていることなんですが、やっぱりまず世界に向けてっていう話の前に、日本でも実はその和楽器はあまり若い世代に知られてないというか、もともとたまたまつながりがある人しか、身近ではない。だからそれをもうちょっとこう、せっかく日本のものなんだから広げて、こんなかっこいいんだよっていうところを興味を持つ導入口にしたい、その役目をしたいっていうのが、すごく大きくて、うん、それをやっぱりその日本で始めて、で今度はそれが大きくなった時に日本に興味を持っていただくきっかけとして日本のものをやってるというのが世界に向けてというような感じが大きいのかなと思うんですが、なんか付け足しとか訂正があれば、うん、
そうだね、その通りだと。本当に、しっかりとした伝統のものをできた上で、新しいものにしていかないとすごく偽物になってしまうので、それはすごく僕らに責任があると思うんですよ。で、世界にその、まあ、きっかけになるように、今融合した形で世界に、皆さんに聞いていただいたんですけど、それが、とても責任重大だと思っていて、そこで興味なくなってしまったら絶対日本に来ても興味を、まあ、聞こうとも思わない、見ようとも思わないと思うんですね。となってきたら僕らがやっぱりしっかりとしたもの、面白いもの、いい音楽を、世界に発信しているという自覚を持って、責任を持ってやっていかなきゃいけないなと。そうしたきっかけって、その楽器を詩吟もそうですし、和太鼓もそうですし、三味線もその、まあ、いろんな世代の方が始めましたっていう声をすごくいただくことが増えて、やっぱりその意味でも責任もありますし、その和楽器自体が日本でもあまりやっぱりそのまだやっぱりその浸透していない部分っていうのはあると思うんですよ。なんでそういう意味でもそのロックとの融合でたくさんの方にもうちょっとその和楽器っていうものに親しみやすい感覚を持ってもらえて、あ、なんかでもポップカルチャー世代に向けて発信していることについてっていうことになると、これ和楽器って今浸透してないけど当たり前の存在になれることが最終目的だったらいいな。ギターみたいに。多いね。Deep impact. Yeah. Everyone is amazing. Wow. It's okay. I feel the deep impact in me. Everyone's very cool. I love your music. I like your second album the most. Okay. Yes. Wow. And I noticed that.Because Wagaki Band specializes in mixing traditional Japanese sound with like a rock sound, right? Is there any artist or bands that give you that inspiration for that sound? これは本当に一人ずつがいいと思うんですが、なぜかといえばそれぞれ本当に影響を与えているのが違う。そこが Wagaki Band が面白くなった要素だと思います。私はやっぱりクラシック音楽ずっとやっていたので、クラシック音楽の人が多いんですよね、影響を与えたのが。モーツァルト？ Yeah, yeah, yeah. I like Mozart too. Oh, yeah. ドビュッシーっていうの。Yes. ドビュッシー？ Oh, yes. Yeah. あと、アラン・メンケン好き。I love Disney とか。アラン・メンケン？ Oh, like, you know, like he makes a lot.Oh, Disney music? Yes. Oh, yes. Aladdin. Beauty. Yes. Beauty and the Beast. Yeah. I can show you the world. とか、あとは私アメリカマライア・キャリーさんとかそういう歌手からもやっぱり。I like Mariah Carey too. で、マライア・キャリーさんみたいな歌い方は絶対できないと思ったから、じゃあ私の得意な歌い方とか個性は何だろうって思ったきっかけ。Oh, yeah. We belong together. 本当に好きね。はい、僕はもうハードロックというかヘビーなロックが好きだったので、ディープパープルとか、キス、レッドセッペリン、まあ、すごい世代がバレちゃうけど、で、モトリプル、メタリカ、ガンズ&ローデス、まあ、レッドチリペッパー、メタリカ、レッドチリペッパーと。おー、わー、very hard! cool! で、そういう、まあ、リズムがすごく面白い。激しい感じが和太鼓と似ていて、和太鼓のガーッてドカ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 、なのでやっぱそういうところで、いつか融合したいなと思って、やっぱりそれが今の和楽器バンドに来てとかなって気がしますね。 Oh wow, I can see your 和太鼓 playing is very aggressive and oh very rough, very cool. はい、ベニーさん。海外なんですか？あ、なんでも私そのジャンル問わず本当に何でも好きなんですけども、私も R&B もロックもジャズもあとワールドミュージックも何でも本当に好きで、ミートボールスプリングロックのスプリング
リーヌとかも好きだし、あと、セリーヌ・ディオン、あとレディー・ガガ、マドンナ、あとアブリル・ラビーンとかもすごく好きだし、とにかくその好きな海外の歌手、たくさんいろんなジャンルでいますね。だからいろんなものをその時の気分で、J-POP も好きだし、J-POP も好きなんです、私も好き。J-POP も本当にその浜崎あゆみであったりとか、あの倖田來未さんも好きですし、あとは椎名林檎はもう一番好き。Yes, I know. 好きですし、もうジャンル問わず何でも聴きます。Wow, that's amazing that you're well-rounded and you like all genres of music. Music is universal. Yeah. Yes, just listening. Yes, just listen. Just music is no music, no life. Oh, that's amazing. And I noticed that everyone has work outside of Wagaki band too. Like you have your own band. And everyone else plays outside of the band as well. And that's amazing that everyone is so hardworking and such. What do you like to do during your free time when you're not in Wagaki band or in work? あのまず家に帰ったりオフの日っていうのは、あの大体あの、まあ、インドアで、あのだいたいスウェットを着て、あのアニメや映画を見ながらお酒を飲むのがアニメ酒。いいな。こんな感じ。この上で三角座りしてます。私も。でもお酒じゃない。普通にお水、ジュース。そうですね。そういうふうに言われると何してんの？あまり休みないんじゃないですか？休むと疲れちゃう。休まない。なんかあのマグロと一緒で動いてないと死んじゃうみたいなのがあるので、いろんなものを入れて予定を入れたりとかしてないと、もう無の状態になって何にもしなくなってしまうので、その精神になってしまうと、ぼーっと。何日間でも行っちゃうような気がする。それが怖くて、何かをずっと入れてます。Keep walking. His hobby is work. Oh, it's not really. Oh. 見方によってはずっと仕事してるんですけど、見方によってはずっと遊んでるような感じです。ああ。だから多分ずっと続けられるんだと思います。何十年も。Wow! Wow! So cool! Oh, yeah, so cool! So mature! かっこいい。ねえ。趣味がない。Amazing! Ah, so sparkly! キラキラ。はい、ゆこさん。はい。ああ、私ね。あれ、なんか。こぶしゃ。こぶしゃ。こぶしゃ。自然が好きだから、I like 何 nature? Nature? I like it. I usually go to hot spring. Oh. なんかロングバケーションの時にはよく温泉に行くし、一日だけ only one day free time だったらヨガとかホットヨガ。Oh. あと私 my hobby is watching movie. だからハリウッド映画とか大好きだし。あとはドラマ、アメリカのドラマ、よく見る。Like Game of Thrones? え？いっぱい見る。なんだっけ、あれ、Orange is the New Black? 脱獄するやつ？それ違う。それも見た。Prison Break? Prison Break も見たけど、なんだっけ、ほら、あれ、読み取るやつ。かっこいいじゃん、あの人。なんだっけほら、あの読み取るやつ、犯罪者をさ、Once upon a time、なんだっけほら、あ思い出せない、読み取る人、シャーロックホームズ、結構マイナーかもね、UK じゃん、ドクターハウスだろうか、ドクターハウスだっけ、なんだっけハウス。あ、忘れちゃった。いっぱい見てます。わかった。メンタリスト。Yes! Oh, what? メンタリスト？ Do you know メンタリスト？メンタリスト。メンタリスト。なんか、有名なのからマイナーのを見両方見る。
一番好きなのは Back to the Future。 ああ、Back to the Future 一番好きなの、oh, My best movie。 これはオルドでもみんな好きですよね。 If you go to Universal Studios, you can see the movie set to Back to the Future。 Yeah, 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 yeah. Yeah, I've seen it, it's amazing. And just to end the interview, do you have any like future goals or last messages you want to let your fans know? No.私たち和楽器バンドはですね、日本から世界に向けて今本当にまず知っていただこうと、直接見ていただかないと伝わらないパフォーマンスも、私たちのライブの中にはたくさんあると思っていますので、やはり直接会いに行って、見ていただきたいなという思いがあります。なので日本語がわからなくても楽しんでいただけるようなショースタイルで、頑張っていますので、ぜひまずは、よかったら YouTube で私たちの、動画を見てみてください。これからもアメリカもたくさん来てパフォーマンスしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。Oh, wow, thank you so much. I had so much fun interviewing you tonight, and I'm excited to see your concert tomorrow, and I hope success for your shows in San Diego and San Francisco, and I hope you come back. Thank you. So this was Serena at Doki Press, and I had the privilege of interviewing Wagaki Band. And they're going to be performing a few more shows for their US tour Deep Impact. So look forward to that, and thank you so much. I want to come back to US many, many, many times.